さてさ、ショコラでございます。ただいま、こっちのアイビスミニとこっちの GoPro ヒーロー、もう両方で念のために撮っています。ただいま仕事終わりで、ちょっとコンビニに寄ってこれから帰ろうというところなんですけれども、まだ、帰宅する通学路といいますかね、道路の道がまだあるんですよ。何を言ってるんだ。たまには夜ドラを撮ってみようということで、どっちのカメラを使おうかなっていうことを検討している時にふと考えたんですよ。で、ただいまより GoPro でちょっと場所を変えて撮影します。アイビスミニお疲れ様でした。僕は今までですね、ここの P って書いてあるプログラムモードというモードで撮ってたんですけど、ここに特殊記録っていうのがあるんですよ。もし今これピントが合ってなくて何も見えねえよってなってたら、編集の段階で家で再度撮り直します。で、ここにインターバル記録とか、スロー記録、逆に倍速記録などっていうものがあるんですけど、ちょっと車上でどうにか今までと違った風景撮れないのかねっていうのを考えた時に、アイビスミニだったらこのインターバル記録というもので、 GoPro だったらタイムラプスビデオっていうものがあるんですが、とりあえずこの今日はアイビスミニの方でインターバル記録を行ってみたいと思います。動画撮影を行うとインターバル記録が始まります。はい、画面はいつもとほぼ変わらないんですけれども、5秒ですね。5秒に1回パシャンと、記録間隔設定で5秒、10秒、30秒、1分、10分とありますが、まあ5秒でいいでしょう。選べるのはこの記録間隔設定だけですね。何秒間にパシャって切るんだいっていう設定しかちょっとできないんですけど、これでちょっと撮影しながら帰ってみたいと思います。で、この撮影では音声は撮影されませんので、今日ねカメラ2つあるんですけど、三脚は1個しかないので、このまま、僕は後々編集で音を入れようと思います。なので、ただいまよりアイビスミニの映像を外に向けて、タイムラプスといいますか、インターバル記録ってこいつは言ってるんでそうやって言います。インターバル記録をちょっと行って、帰宅したいと思います。では一度現場からの僕でした。はい。